はい、どうもお茶です。じゃあ今日はね、貝を使っていこうと思います。ちょっと今マイク直すんでガチャガチャ言うかもしれないです。はい、直しました。あー、なんかでもちょっと不安定だな。もうちょっとこうやって、はい、じゃあ今日はね、貝を使っていこうと思います。ローテーション的に貝ですね。2回でね、回してるね。何回も言いますけど、誰かやってくんないかな。割とまだ結構人いますね。今3時22分なんですけど、キャンセルされるな。こういう砂時計回ってんのって大体できないよね。無理そう。お、増えた。やってくんないかな。誰でもいいんだよな。やろ。うわー、カラー黄色だってよ。まあ、あー、やるんか。多分今日ダブルストレート負けあるかもしれない。まあ、キャラにもよる相手の。いいの。あ、いい、ダブルストレート負け。ちょっとマイクだ。さあ、これこれでいいや。あ、でもなんかこれダメだな。もうちょっと上げてこうやろう。やべえ、いいの、どうしよう。まあ、こういうのなんだ、こけさせられたら負けっつって、いきなりこけさせられるかな。あ、それ、あ、そうか、それ中段か。普通に考えて中段だよな。ジャンプ攻撃だもん。あー、ミスった、出なかった。うわ、マジかよ。それ見えないよね。あー、かくってるっつか。普通にコンボやってる。はい、オッケー。さあ、こうなったらさすがにノーオプト取ってくれる。立ち回りとあと切り返しがいいのは弱いんで。あ、でも切り返しはそうでもないんかな。まあでも昇竜ないっていうのはそうだよな。で、立ち回りもね、俺僕あのイノ練習してたんで、サブキャラに。なんで分かるんですけど、立ち回りが本当に弱いんですよね、このキャラ割と。でもまあ本当この置き攻めだけはね、レイブンより火力あるしっていう。だから立ち回りでね、勝っていくしかないんですよ。しかも、おこれいいじゃん。うわぁ、嘘だと言ってくれ。え、おセット、オッケー、勝っていく、勝っていく。やったぜ。マジか。いや、正直勝てるとは思いませんでした。やっぱあれですね、こけさせられなきゃ全然勝てるよ。まあ当たり前の話なんですけど。あー、もうさっきからバーストガードしてもったいなすぎんだよな。オッケーオッケーオッケー、いいよいいよ。もう勝ちたいんで、ガチでセバーとかもどんどん振っていきましょうか。オッケー、これですよ、これ。待って、やばいかも。待って、ここね、ここで精神が緩んだら終わる。うーん、バースト生まれてる。これね、こうなるとすごいきつい。オッケー、こけさせられなきゃ大丈夫。オッケー。あー、前パン振ったんだけどな。あ、それね、JD がほんと見えないんだよね。あー、宝石切られていく。イノセンはあんまり受け身取らない方がいいかもね。あ、ディレイ受け身、ディレイ受け身で逆に投げ返すとか、そういうことしてた方がいいかも。あー、それ見えないんですよ。もう前パンで暴れようかな。案外強いんじゃね。ファジガかな。もう、マジか。あ、画面見てなさすぎる、昇竜が。大丈夫、マチャボウもいいの苦手っつってたし。まあ、言うてあの人はね、勝つけどね。苦手言いながらあの人は勝っていくけど。あー、ダメだ、ディレイ受け身していかないと。あー、惜しかったですね。うん、あとファジーガードできる限り防御面も安定させたいんだよな。ガード難しいと言っても、ファジーガーか、ファジーガーじゃない、逆ファジーガードだっけ、こいつの場合。下段上段って入力しないとダメなんだっけ。うん、難しいな。オッケー。あとそれね、ケミカルと立ち回りで強いのケミカルと大木ぐらい。
いやマジか、バースト読んでたんだけどな、無理か。いやそれに当たりすぎてるな、それでダウン取られてっていうのが負けパターン。OK。 マジか、でも隠ってないよね。あ、隠ってんのか、うっそ。イノに対してブリッツってのは結構有効な防御手段だと思ってたんだけどな。 OK、 投げかくっていく。さあいいよ、いい調子だぞこれね。開幕、あ、読まれてるね、さすがだわ。それが強い。じゃあもうちょいイノ注意してみてないと。いやーマジか、オッケー、攻め防ぎきって、だがまだあっちのターン。うわっ、オッケー、かくっていく。さあここ当たっていく、まだ大丈夫。マジか、なんでだよ、もうヘスリー貼ったって、ふざけんなよ、もう悔しすぎんだけど今のは。もうマジか、ダメだメンタル、ここでやられてたら。惜しかったな今な。ダメか、間に合わない。あ、やってくるか、なんかちょっとやってきそうな感じもしたんだけど。うわ、上に飛ばしてくる、強いな音符。いやー負けた、マジか。いや全然勝てる相手だったし、つか勝ってたよ途中これ。いやマジ悔しいんだけどこれ、うーわー。はい、ということでね、いやーすごい悔しいです。ということで今日はこんな感じの動画になりました。まあ次にっつか、まあまだ無理か、さすがに無理だけど、まあいつか20段にねなってみせたいと思うんで、ということでご視聴ありがとうございました。失礼します。